もう岡本家のお墓はですね、このように岡本太郎さんが芸術家ですから芸術的なお墓が並んでます。はい、こちらが岡本一平さんのお墓になります。さあ、この一平さんの隣にあるお墓が、まあ、岡本太郎さんのお母さん岡本かの子さんのお墓になります。さあ、この岡本一平とかの子さんのお墓の向かいにはですね、はい、ここに岡本太郎さん、岡本太郎さんのお墓があります。ここに岡本太郎って書いてありますね、はい、この作品すごいですね。この作品は岡本太郎さん生前作った午後の日という、お墓です。皆さんもご存知の通り、岡本太郎さん有名な芸術家ですね、結構、CM とかで芸術は爆発だみたいな CM とかで、活動されているので、記憶にある人もいるんではないでしょうか。もうすぐでございますね。もうこちらでございます。到着しました。はい、水谷家、こちらのお墓に水谷邦四郎さんが眠られております。こちらでございます。隣にですね、墓誌がございます。この墓誌の一番右側ですね、ここに邦四郎と、はい、一番最初のところに刻まれております。水谷邦四郎さんです。あ、もう墓到着しました。こちらにですね、右側に大きい松の木ですね、松の木があります。このまさにですね、この木の根元のところが岸田流星さんのお墓になります。正面にはですね、岸田家の墓という墓石もありますが、岸田流星さんのお墓はですね、まさにこの木の根元にございます。こちらになります。こちらです。岸田流星の墓と刻みでおります。こちらの刻みはですね、武者の小路実篤さんの書かれた字とされております。あ、もう目の前に到着して、目の前にありますね、ドーンと。本当にこの隣がですね、公園なんですね、国の公園。その隣に、ここが まさにですね、平福百水さんのお墓になります。ちょっと看板すぐここにありますので見てみましょう。国一首十川です。国一首十川の15番になりますね。はい、お墓に到着しました。はい、正面には墓誌もありますね。はい、墓誌があって、一番右側ですね、この墓誌の刻みの一番右側が、あ、平福定蔵という本名で刻まれております。そしてこの右側がですね、はい、ドーンと平福百水さん、平福百水墓刻んでます。ちなみにこれと向かい合ってですね、こちら側には、平福家のお墓が建ってます。こちらは代々の平福家のお墓です。
はい、到着しました。こちらになります。はい、梅原龍三郎さんのお墓は右側ですね。正面に、同じようなお墓が建ってますが、右側が梅原龍三郎さんと、奥様のつやさんのお墓でございます。ちなみに後ほど紹介しますが、お隣はですね、このお二人の長男、ご長男の、梅原成志さんのお墓になります。手前には和と刻む墓もございます。こちらが梅原龍三郎さんのお墓になります。はい、到着いたしました。こちらになります。はい、旧漢字ですね、村という字が旧漢字でございますが、この中村家の墓とあります。墓所にはですね、その後ですね、嫁がれた場所を、まあ、一緒に継承しております赤羽家とかですね、こちらにも戸塚家とかがですね立っております。でまたここに大きい碑が立っておりますね。これ中村不摂さんの碑になります。はい、中村不摂と書いてありますね。ここに中村不摂さんの略歴などがびっしり刻まれている碑が立っております。また墓石はですね、これ建てたのは中村不摂さんご自身でございまして、これも両面がですね、このように墓誌となっております。そして中村不摂さんはですね、こちらの右面の方の一番右端、ここに、はい、中村不摂さんの刻みがございます。不摂と刻まれてますね。裏面はですね、大正15年8月に中村不摂さんが、建てましたということが書いてあります。この墓石のこの刻みの書のね、刻みも中村不摂さんの、書いた直筆となります。はい、到着しました。こちらでございます。下村寛山墓と正面に刻んでおります。はいですね、下村寛山墓と、はい、なんか立派なお墓でございます。はい、到着しました。こちらになります。この入り口の右側にですね、このように松岡永久の刻まれた石柱が立っております。はい、こちら五輪塔のような形のお墓にはですね、何も刻まれておりませんが、まあ、入り口にですね、石柱が立っております。はい、到着しました。七区二首一画はですね、七区二首五川の一番ですので、ここです。はい、お墓に到着しました。正面は牧野家の墓とありますが、この右側にですね、もう牧野虎夫さんのお墓が立ってます。
牧野虎雄の墓とありますね。この墓石のですね、右面に戒名だったりとか、没年月日とかが刻まれております。来ました。七区二州七川一番でございますので、もうここの隣、ここですね。はい、到着しました。これが小堀智人さんのお墓でございます。この塔みたいなのが立ってますね。塔、これを宝鏡院塔と言いまして、これ正面にですね、この宝鏡院塔の正面にこれ梵字がこう刻んでますね。これガチリンって言います。ガチリンに梵字が刻まれている。これが宝鏡院塔と言います。で、この右側にですね、小堀家というね、ちょっと、見えづらいですけど、小堀家とあります。この裏面がですね、墓誌になっているんですね。ちょっと見えますかね。こぼしになってます。ちょっと見えづらいですね、このように。で、小堀智人さんも、2番目にこう選んでますね。ただ新しくですね、この左側にも墓誌ができたみたいですね。ですので、こちらに先ほどの裏面に書いてあった刻みと同じものが刻んであります。2番目に小堀智人さん刻まれております。はい、河合玉堂さんのお墓に到着しました。こちらになります。はい、河合玉堂の墓と正面に立っております。はい、河合玉堂の墓でございますね。隣に河合家の洋型の墓石も立っております。そしてその隣にですね、墓誌がございます。この河合玉堂さんの、墓石ちょっと見てみましょう。こちらの面にですね、生没年月日が刻まれております。河合玉堂さんの生没年月日が刻まれております。裏面、昭和2年10月河合義三郎が建てました。まあ、本人がですね、河合玉堂さんご本人がこの墓石を建てたと刻まれております。はい、先にこのお墓が建ったということですね。そして、隣のこの五輪塔のような、これ河合富と刻まれておりますが、これはですね、河合玉堂さんの奥様でございます。富さんですね。はい、玉堂さんと富さんはですね、1893年にご結婚されました。この富さんの墓石もですね、こちら側の面に、はい、このようにですね、没年月日と戒名刻まれております。裏面見てみましょう。はい、裏面、昭和32年11月にこの、墓石を建てましたと刻まれております。そしてこの河合富さん、旧姓はですね、大ボラさんと言いました。大ボラです。大ボラ、この大ボラさんの逸話としてはですね、こちらに灯籠のようなものを立ってるんですね、墓所の中に。そしてこの灯籠裏面にですね、はい、ここに大ボラ正次郎と刻まれております。この大ボラ正次郎さんはですね、河合玉堂さんの奥さんの富さんの弟さんなんですね。弟さん、鈴木洋酒店の取締役会長などを務めた実業家の方でございます。その方がこの灯籠をですね、送ったんでしょうね。はい、